ウェイト版タロットの聖マル聖油版タロットの星々は、タロットの大アルカナに属するカードの1枚。カード番号は17。前のカードは16等、次のカードは18月。アーサー・エドワード・ウェイトのタロット使いにおける解説では、希望と明るい見通し、瞑想、霊感、放棄を意味するとされる。ヘブライ文字は平、ただし、複数の異説がある。 黄金の夜明け団の説では、コクマーとティファレとノセフィラを結合する鏡に関連付けられている。以下のような小説がある。ベート版、マルセイユ版の両版とも、天空にひときわ大きな星とその周りを囲む七つの小さな星が、地上には水と大地に壺から液体を注いでいる女性が描かれている。この星が何なのかは、シリウス説、金星説、 木星と土星の会合節、北極星、節、七惑星節、水星節、北と七星節がある。ウェイト版とマルセイユ版との主な相違点は、女性の姿勢、性の形と位置、樹木の数と位置、あとは全体の配色程度に止まっている。マルセイユ版では、小さな星は赤、青、黄色の三色で描かれ、その配色は、ある程度の規則性に則っ,っているものの、 形の型はフリーハンドで描かれたかのように歪で、一つとして同じ形のものはない。一方、中心の大きな星は、幾何学的な正確さを持って描かれている。この大きな星の黄色の八芒星には、黒い線が引かれており、星の先端を中心へと繋いでいる。その中心の黒点は、車輪の車軸を思わせ、この二つの星が、天に止められ、 そこに止まったままであることを示している。加えて赤と黄色が交互に入れ替わるように描かれていることから、この星は自らの軸を持って回転している巨大な車輪を暗示している。象徴的に黄色は霊や直感などを表し、赤は肉体や人間的感情を表している。すなわち、この大きな星は霊的な直感力と身体との 統合を表していると解釈される。また、小さな星々を個人の内面における他種多種な様なパーソナリティの断片と捉え、車輪の回転とともに、もうすぐ意識にとって利用可能になるということを暗示している。だが、そのためには仲介者が必要である。星のカードには、裸体の女性が描かれている。女性は二つの壺から液体を注いでいる。この壺は型、色、 大きさにおいて非常によく似ているが、一方の液体を水の流れに、もう一方の液体を大地に注いでいることから、その用途において異なっていることが読み取れる。流れ出した水の一方は大地に落ちて地中に眠る、あらゆる種子を育む。もう一方は共通の水流へと戻り、再び流れを生み、水で満たす。大地は種子を育む生命の母であり、水は すべての生命の源であり、樹木は水を得て大地より生える生命の象徴である。二つの壺は、節制との親近性を表し、この女性が人間でありながら仲介者としての力を持っていることを表している。また、身体的象徴である赤と女性がラであることは、星の段階において、これら自然との接触、すなわち、等において求められた変容が、 女性イコール仲介者によって、事故の内面において即時的、直接的に行われていることを表している。星に描かれる樹木は、のびのびと生い茂り、天と地を繋ぐ象徴として描かれている。それらは、離れた位置にありながらも大地に根ざすことによって、同一の目的を与えられており、鳥が木から木へ飛び移ることによってさらに強く、結びつけられる。 このように強く関連する二つの類似ものが象徴するのは双子である。双子は無意識の中で存在するあらゆる性質や本質は互いに混じり合っており、それを意識として気づく時の初期段階における象徴として現れる。この段階を表したのが教皇に描かれた双子である。だが、星で表される双子の象徴するものはより意識的に段階が進み、 像として類似するものの同一の内容や形を持たない二つのものとして現れていると解釈される。ウェイト版とマルセイユ版を見比べてわかるように22枚のダイアルカナの中でウェイトが大きく構図を変更しなかったうちの1枚である。ありがとうございます。